はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。SG 高校が実装されましたので、今回は SG でやっていきます。で、まあ SG といえばミッションなんですけれども、まあやっぱりアプリ版と違いますね。で、とりあえず一回やってみたんですけれども、まあ大きな違いといえば、まあ縦画面から横画面になっているというところになって、まあちょっとね、このミッションに慣れないと、少し強い選手は、作れないと思いますので、まあ今回はね、強い選手を作るというよりはミッションを練習していくというような感じでやっていきたいと思います。で、まあ一周した中で、まあ難しい難易度のものはゴーストバスターと、まあ果たし状が来たんですけれどもまあ普通に両方ともダメでしたね。で、ちなみにね、理事長のね、最後のやつもできなかったんですよ。こうやっぱね、手札をね、こう発射していくのがね、すごい遅くなるんですね。まあそれはね、ミッションやっていきながら、まあ見ていきたいんですけどなんかね、いきなり持ってるんですよ。まあ不眠症なんですけど。で、イベントデッキの方は、まあ、こういう形に、なってます。滝本が、前イベで、なんだっけこれ、ガード。で、サイガが後イベで、バウンサー。で、カルロスが前イベで、レンジャー。で、日野も、前イベで、レンジャー。で、せっちゃんがガードで後イベ。で、ライチが、まあ、後イベで、ガードというような形になってます。まあ、ちょっとバランスのいい、編成で来てますかね。自分の中では。不眠症はとりあえずほっときましょう。あ、で、アイテムはね、まあ、とりあえず普段使わないアロマグッズとね、サポーターを持ってきました。まあ、こういう時にね、消費していかないと、多分使う機会がなかなかないんで。まあ、まずは、こう、レベルを上げていくと。で、基本的にはね、自分はね、ガードになりたいんですよ。で、レンジャーもね、二人いるんで。で、せっちゃんは、ガードなんですけれども、あんまりね、こう、すごいいっぱい練習するかっていうと、そうでもないんで、まあ、たまにね、レンジャーになったりします。で、基本は一応、ガードを追っていくようなところでいこうかなと。これは、まあ、滝本。あ、せっちゃんがいるのか。どうしようかな。せっちゃんにするか。一応、ガードのレベルを上げつつ、行きましょう。お守りもないので、まあ、クリスマス間に合わせるためには基本的にはせっちゃんを追っていかないと厳しいので。で、やっぱりね、ミッションは慣れですね。もういかに早く発射できるようになるかもう横画面になったっていうだけでね、結構こう戸惑うんですけど、これどうしようかな。まあ、滝本とメンタルでもやっとくか。で、SG に関しては、監督の評価は基本的に、まあ上げないで、ミッションをこなしていけば勝手に上がっていくもんなんで大丈夫ですね。まあやっぱりね、SG に関してはどれだけミッションをうまくこなせるかっていうのがありますので、まあちょっとね、当分の間はミッション練習ですね。で、まあある程度慣れてきたら、また動画にしていこうかなと思っているんですけれども、まあ、あと SG でね、デッキを組む際には、この役割についてもね、考えないといけないので、まあ、一つそこが難点ですね。聞くことはないで、大丈夫でしょう。まあ、とりあえずやりながら、説明をしていきます。まあ、説明をしていきますって、説明ができるほど全然上手くないんですけど、まあ、編成は、まあ、初期だ、最初のね、ミッションだったら全然、これ初期メンバーで変えなくてもいいんですけど、とりあえずガードを3人入れておきましょう。滝本。で、あとレンジャーですね。レンジャーはどっちがいいかなと言ったら、日野の方がレベルが高いので、これで今回いきます。まあ、遊び方。敵を撃退しながらゴールを目指せ。防衛ラインを越えたら失敗。金塊拾うと報酬ゲット。まあ、これですね。レーン移動と突撃の方法が変わってるので、まあ、レーン移動に関しては、丸を押しながら上下で変えると。で、突撃は、左ボタンを押すと。で、カラスは、三角になりますと。で、まあ、有利なキャラについては同じなので、まあ、やっていきましょう。このね、発射ですよね。変えてね、発射するね、タイミング。これがね、全然慣れないんですよね。この特にね、早い系、このレンジャー系がね、間に合わないんですよ。
これはちょっと結構発射しとくか。でレンジャーをねやっぱり取っとかないとね、いざって時に対応できないんで。まあとりあえずいけ。まあ無駄に3枚発射しましたけど、レンジャー発射しときますか。まあ単なる練習っす。いやこれがね全然慣れないっすね。まあさすがにね最初のミッションは全然難なくこなせるんですけど、ミッション見ていきますか。なんかいいのあればやっていきたいんですけど、まあちょっといいかな。まあ、最初の方は文化祭がいいタイミングで来てくれれば文化祭をやっていきたいんですけどね。まああとなんかせっちゃんの評価が上がるやつが来たらちょっとやっていきますか。まあ普段はねなかなか選ばないんですけど、まああとは経験点を稼ぎつつ試合チケットですね。差が 16% だけどやりますか。お、経験点か。あ、せっちゃんですね、せっちゃん。距離を伸ばしていきましょう。これは評価上げのために。まあ、ここで10上がるのはなかなか美味しいんで。で、例えばこういう時にね、文化祭が来てくれるといいんですけど、てか、変わってねえや。そもそも月が。これはさすがに寝ますか。どうしようかな。通院しよっかな。まあ、いいか。寝るか。これで治ってくれれば。まあ、今のところ不眠症は発生してないので、日野はレンジャーか。まあ、今自分はガードで。特訓が多いな、特訓が。で、ミッション、見ていきましょう。桜の宮と射撃訓練、警備試験、いらないな。あ、文化祭ありますね。じゃあ文化祭やりますか。ま、編成を見ていくと、どうしようかな。バンサーは入れなくていいかな。まだまたこれでいきます。なんでこんなさ、普通の高校の文化祭でさ、そんな危ねえことが起こるんだよ、マジで。危険すぎだろ。まあ、基本はね、日野の使い方を上手くならないと。あ、やばい。あー、ちょっと遅かったかな。日野をすぐ発射できる状態に、しておいて。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。こういう時ですね。日の実か、発射させよう。金買い取りに。ここは滝本一人でいいでしょう。うん、OK ですね。まあ、最初の方はね、まあ、最初の方はまだまだっすよ。よしよしよし。いいね。ここからまた練習をやっていくんですけど、せっちゃんの評価がどんな感じかな。ミッションじゃなくて、せっちゃんせっちゃん。てか全然練習にいねえな。なんかレンジャーがな、上がっちゃいそうだけど、まあいいか。2人いるとね、やっぱ一気にレベルが上がるんで。まあもうこういうイベントとかはね、どっちでもいいっちゃどっちでもいいですけどね。特に金徳イベントに至っては、電光石火なんてマジ取れないし、普通にやると。昨日はね、盗塁がちょっと安定できないっていうのが、まあ厳しいところではありますけど。一応ミッション見ますか。寝よう。チュンチュン。おお、いいね。結局一回も不眠症にならなかったな。ここはちょっともう少し頑張っとこう。さすがにね、
体力マックスなんで練習してもいいでしょう。あとはせっちゃん、よし、ここでガードが2人。せっちゃんの告白は間に合わないかもしれないな。もうちょっとね体力回復してほしかったけど、一応ちょっとミッションは覗きましょう。主人公の役割変更はまあしなくていいでしょう。まあとりあえず普通にタックの方を見ていきますか。どうしようかな。タイガのコツも結構欲しいんで、まあ、一応試合で活躍できる程度にパワヒト広角打法は取りたいですね。まあ助っ人に行かせましょう。別に何でもいいんですけどね。さてさて、練習的にはせっちゃんがいないと。これはね、体力が減るんですよね。まあ、定期イベントなんでしょうがないですけど、ここにせっちゃんいるけど無理だよな。ミッションはまたこれか。どうしようかな。ちょっと無理してみようかな。まあ寝るか。じゃあ2回目ですね。2回目の定期ミッション、ここどうしようかな。バウンサーを入れようか。滝本のレベルが18か。サイガが28あるんで、これはちょっとバランスのいい編成でいきましょう。さてとりあえず日野にマーキングしよう。相手そう、これやってる時にね来られるとすっげー厳しいんだよね。この2枚出しをやろうかなって思ってる時にこれが来ると。金塊をこいつに任せようと思ったら、ここはちょっと、あ、無駄に打ってしまった。あれ金塊取ったっけ。あ、1個取ったか。ここはライチに任せて、でこう移動させてるときに上まで行ったらね、なんかたまにねこう焦ってね下に行っちゃうんですよ。でその隙にやられちゃうっていう、だからそういうのをねまずなくさないと。確実に素早く発射するっていう。で特に果たし状に至っては始まった瞬間前段発射しないといけないんで、そこもねいかに早く発射できるかっすよね。タッチじゃないんで、ここはね結構美味しいんだけどな。まあ、やっぱり彼女が欲しいっすね。彼女が女優先だ、女優先。あれせっちゃんとのイベントが起きないんだけど、どうしようかな。パワーヒッター取っちゃうか。で才賀と練習をしましょうと。もう12月だからね、これはせっちゃんの告白イベントは来ないかな。これって疲れるんだっけ。あ、疲れないか。いいね。なんか走って疲れそうなイメージがあるけど別に疲れないか。滝本の評価を上げていくか。まあやめてね、体力を回復するのもありだけど、まあ、とりあえずこれで評価が上がって次に告白イベントが来てくれればバッチリなんだけど、まあ、人生そうはうまくいかないと。まあかといってね、どうしようかな。寝るのもなあれだしな。告白イベントが万が一ね、万が一来た時にちょっと無駄になっちゃうんで、なんかやりますか、どうせだったら。まあこれはねカラスが取れるんですけど、別に最初の方カラス使わないですからね。自分の役割が上達、野良犬公園とかねやったことないっすね。一応そうするとバウンサー2で行くか、じゃなくてレンジャーか、間違えました。レンジャー2で行くか。
狂犬病とかなんか怖えな。これはちょっと一人に任せよう。これも一人に任せよう。この犬みたいなやつが出てきた時にレンジャーをうまく発射すると。でこれはこうでしょ。あんまり出てこないね。こいつ任せよう。あ、来た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 。一体か。あ、来た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 。ちょっと待って。あ、しまった、間違えた。そう、間違えるんだよ、これ。うわぁ。危ねえ。あ、やばいやばいやばい、間違えた、間違えた、間違えた。あ、突破できたか。いや、こういうね、ミスがね、出るんすよ。いや、これはこの先、思いやられるな。そして、やっぱり告白は来なかったか。ミッション。まあ別にって感じだな。さて、練習できるかな？一応練習はできるな。せっちゃんは、まあ、告白のポイントは溜まってるけど、どうしようかな。14、9、14。これでいいや。サポーターってちなみに何パーセントくらい怪我率が下がるんですかね。全然そういうの知らないんですけど。行くと。まあ、どうしようかな。モテモテになろっかな。モテモテになりたい。いいな、すげえいい神様だよな。モテモテにはならなかったけど。こんなさ、モテモテになりたいっていうだけでモテモテになるって。どういうんだよ。まあ、一応ライチが来てるんで、まあ、ライチに関してはムード丸は取っちゃいましょう。固めも取っちゃおうと。ムードを取って、まあ、ライチもね結構コツをくれない人なんで。告白打法、よし、いいね。あ、告白ちょっと遅いよ。なんだろうな、せっちゃん的には年が明けたら告白しようって思ってたのかな。ここはどうしようかな。まあガードがすっげえいっぱいいるんで、ガードレベルを上げていこう。まあ、今回ねお守りもないんで、普通にやっていくだけだったらせっちゃんの評価がマックスにいかないんでね。滝本もね結構イベントが重いっすよね。ここはじゃあちょっとミッションでもやりますか。猪木護衛試験、護衛試験か。ここら辺のねやつとか、もう罠とか無理だな、スナイパーいないんで。ヒーローの条件、これちょっとやってみようかな。ちょっとやってみよう。てかな、なんでジャングルみたいなとこにいたんだ今。これ突破できるよね。そう、これね、レンジャーでね、この犬みたいなやつがね、突破できないと超辛いんですよね。待って、カドスって持ってきて、で、ここも発射するでしょ。ちょっと待って待って、レンジャーをすぐ発射できるように。クマか、クマちょっときついな。一応これを発射して、で、こうやって。でこうやって、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、この防寒は、あとこれでしょ。ちょ、間に合わない、間に合わない。変なピエロみたいなやつをぶっ倒して、金塊は取っていきたい。お、これ、後半は落ち着くタイプか。OK、OK、OK。いないんだ。あんまりねこういうミッションとかやんないからイベント見たことないですね。さて、これで一応練習できる体力はあるかな。まあ、練習できる体力はあるけど、なんか特に美味しそうなのもないんで、まあ、今日はデートをしますか。あ、大丈夫か。ちょっとバレンタインかなって思ったら全然まだバレンタインじゃなかったですね。で次はまあ練習しますか。あんまり美味しい練習がなかったとしても。
だからさ、こういう時に限ってさ、天才になるのかよ。こんなんばっかだよな。なんかさ、パープロ2016をさ、やった時もさ、まあ、とりあえずなんかやってみましょうみたいな時にさ、天才に覚醒しましたよね。いやー、やっぱそういうもんなんだよね。こいつスタメンになるかな。招き猫をね持ってきてないんで、イベントがね、まあ、どれくらい消化できるかっすよね。で、練習もなんかそんな、いい感じじゃないけど、とりあえずカルドスもちょっと上げとくか。まあ、せっちゃんのね、初級丸を生かすためにも、まあ、一級入魂くらいは取りたいかな。これはまあ、定期イベントなんでやりましょう。ユニット編成で、ちょっとカルドス外して、サイガを入れますか。ガード2の、レンジャー1の、バウンサー1と。ここら辺からね、やっぱ難しくなってくるんですよね。こいつは発射して、で、罠はちょっと引っ掛けておいて、でこいつは最優先で排除して、こいつとこいつを発射して、これで倒せるかな。金塊取って、罠をちょっと引っ掛けておいて、ちょっとタイミングがあれだったかな。まあ本当だったらね、罠に引っかかった瞬間じゃなくて、熊に体当たりした瞬間罠に引っかかってもらいたかったんだけど。わあ、ちょっと待って、ちょっと待って。レンジャー。おお、いいね。まあ、レベルが高いからね。まだあれか。どうしようかな。今から発射してもちょっと、罠に関しては無理だから。どうだ、よし。まあ、レベルが高いからなんとかなってるか。だから最終定期ミッションですね。厳しいのは。ちょっとこの発射タイミングだとかなり不安が残るんだけど、これはライチでいきますか。そう、あと SG はね、確か練習試合がないので、スカウト評価がね、上がりづらいんですよね。もうここは完全に疲れてんな。疲れてるけど、まあなかなか美味しい感じのあれではあるけど、お出かけしてデートをしましょう。いや、やっぱりちょっとある程度ね、天才になったんでね、ある程度こう本気でやらないといけなくなっちゃったところが辛いですね。能力とか全然上げてなかったかな。まあ、これはロードワークに出よう。手抜きをするわけにはいかん。なんてったって俺は天才だからな。ここはかなりいい感じですね。やっぱね、ライチがね、絡むとね、めちゃくちゃ筋力ポイントが上がるんで、とりあえずサイガーは完走したい。最低でも。おい。まあいいか。なんかミッションにびっくりマークがついてるけど、用心警護5、アベレージヒッターのコツか。欲しいっちゃ欲しいよな。欲しいっちゃ欲しいけど自信がねえよな。ちょっとここでアロマグッズ使おう。どうせアロマグッズなんて使わないんだから。で、一応ちょっとコツを見て、火のか 14%、 どうしよっかな。とりあえず取れるものを取ろうとすると、まあいいや、広角取って、何やんだ取っちゃうでしょ。で、粘りも取るでしょ。で、初級はせっちゃんが失敗する可能性があるから残しておいて、アベレージヒッターかー。アベレージヒッターんーにするか、 14% の日野にするか。いや、ちょっとミッション練習なんで、用心警護5、これでいきましょう。で、用心警護って何。ちなみにバランスのいいメンバーかってことはこれでいいかな。一応レンジャーのレベルを見つつ、32、あ、
いつの間にかカルドスの方が高くなってんな。で、滝本よりは絶対ライチの方が高いでしょう。27、そうだね。てか滝本のレベルが低いな。まあいいか。よし、じゃあちょっとこれで用心警護5っていうのをやってみます。用心警護もね、結構難しいんですよね。かといってね、ここでね、カラスは使いたくないんで、さすがに。これもちょっともう2個発射して、で、こいつはちゃんと対処して、な、これ、人みたいなのってなんていうの？防寒みたいな感じ？熊は排除できたかな。いや、これだよな、オオカミみたいなの。どうしようかな。一応発射しとこう。金塊は欲しいからな。どうだ。画面のね、外にね、押し出せばいいんですけど。うわ、いっぱい来た、いっぱい来た。ちょっと待って、ちょっと待って、カルドス。で、これとりあえず出して、これ出して。ちょっと待って、これでめっちゃ焦るわ。これやって、ちょっと待って、こいつがまずい。で、こいつ出して、ちょっと待って、こいつに、ここ出して、OK。いや、これは、この先が本当に、この先が本当怖いな。おいおいおい、喧嘩すんなよ、まったく。本当、喧嘩を収めるのも体力使うんだから。で、せっちゃんのデートが今何回目だ？あ、まだ平何か。平何もね、最終的にライチの対エースと被るんで。よーし、ここは取りに行こう、金徳を。あれ俺今何にした触れないようにしちゃったか。まあいいや。普通に間違えたな。ライチ君。うん、まあ練習だよね。あ、そっか。これがあったよな。まあ一応ちょっとメンタルで回復させれば合宿は乗り切れるかな。あれ、これって体力減るっけ。うん、減るねまあしょうがない。で、ここで SG メンバーがいないんで、まあ途中のイベントはちょっと期待ができないんですけど、これ結構いいね。どうしようかな。コツ、いやもうこれ総力だな。まあ、合宿でどれだけいい練習が来るか。うわー、これはどうだ。うん、まあ体力さえね減らなければいいんで。で、これは滝本か。どうしようかな。とりあえず体当たりは取っておいて、ここでねアベレージヒッターが来てくれるともう4になるんで確実に取るんですけど、あれ、体当たりどこだっけ。木本に関しては体当たりは潰しておいて、まあ、せっちゃんの評価も上げつつと。チャンスか。まあいいでしょう。で、これはもう無理でしょう。ちょっと 10% か。どうしようかな。やっちゃおうかな。でも次にな、もっといいのが来るかもしれないけど、来ないかもしれないんで、とりあえずやっとこう。ポイントをもらいつつ、もう次はさすがに、あ、でもこれね、うまくいけば、おお、うまい、いいね。体力が回復して、ただこの体力量で練習できるかって言われたら、まあ微妙なところはあるけど、 14% か。どうしようかな。やろうかな。サポーターのおかげで 14% になってんのかな。ちなみに俺ポジションどこだったっけ？それすら覚えてないんだけど。あ、外野か。適当だから外野でいいやって。やっちゃったんだよな。全然筋トレとか考えずに。やったんで、レーザービームとかそういうの全くないっすね。ここはちょっとお出かけして、体力を回復しましょう。
まあ、合宿的にはなかなか実りある合宿でしたね。これは一本にした方がいい。まあ俺の忠告なんて聞いてはくれないけどね。お、これで体力がマックスになるか。最近バナナなんて全然食ってねえな。カルロスがいて、ヒノかー、ちょっとヒノはコツをもらっておきたい。盗塁盗塁くれたけどさ、選択肢間違えちゃったんだよね。あ、ライチこれ初めてか。うん、やっぱりイベントの消化率がよろしくないな。ここはまあライチがいるんでライチにしていきましょう。で、そうっすね、定期ミッションのラスト。ここもなー、すげえ自信ないんだよなー。ちょっとユニット編成でレンジャーがね入れ替わったりするんで、38と34だったら、まあ、カルロスを入れておいて、ガードに関してはもうライチでいいでしょ。滝本なー、レベル40欲しいんだよなー、まあ、てか果たし状は絶対クリアできないんだけど今のこの腕だと。もともとアプリでもね果たし状のねこの消化率が良くないんだけど。これ弾き出した？どうだ？これは弾き出せないかな。あれ、発射したと思ったら発射してなかった。まあそういうのがねあるんですよ。でこれはちょっとこいつを投入して罠に備えよう。やばい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 よ。ちょっとちょっと一瞬の判断だ。ここはこいつに任せるでしょ。ちょっと金塊どうしようかな。金塊ちょっと捨てよう、ちょ怖いから。でライチにちょっと罠をやってもらって、でここは即座に、あ、やばいやばいやばい、やっぱりな。もうちょっとタイミングを遅らせて、あの犬みたいなやつを排除してからこれ取りに行こう。お、いいね。下誰だ、クマか。あー、罠もあんのか。ちょっとこれは3個発射しよう。でこいつは対処してもらって、でこれやって、これ少しでも時間稼いで、こいつはちょっとやばいんで、レンジャーが行って、でこいつやって、多分あいつは大丈夫でしょ。ダメか。よし、でもゴール自体はまあそこそこ余裕はありましたね。なんであとは上級のミッションですね。まあ、上級のミッションって言うのかどうか分かんないけど、そうか、ここで高速チャージくれるから、まあ、本当だったらガキャじゃない方が良かったな。どうしようかな。せっちゃんの評価が溜まってないな。で、デートはあと1回か。どうしようかな。結構悩むな。あといくつくらいなんだろう。せっちゃんの評価まで。評価マックスまで。なんとなく全部 E に合わせておくか。で、呼吸も一旦 E に合わせて、で、パワーはとりあえずあるから D にして、ミートも D にして、で、総力も D にして、肩も D にして、また呼吸を D にして、パワーがあるから、パワーを C にして、精神が足んねえな、精神が。で、ここをどうするかって言ったら、悩みどころだな。10% か。せっかくサポーター持ってるからね。ははは。まあ、そんなもんか。結構2桁の練習してきましたからね。ここはちょっと、誰か何か持ってないか。ビフ的、ビフ的。バナナか。まあ、いいか。で、コツが来てるので、コツを覗きましょう。まあ、ライチか。まあ、練習だよね。ここで、ミッションを見て、特にいいのがないね。いいのがないので、デートをしましょう。
とりあえずこれでせっちゃんは完走と。てか災害が来てないな、災害が。おお、一級入魂掴んだね。これ災害来てほしいな。やっぱりね、イベントの消化率が悪いっすね。ライチが来てるので、ここは一緒に練習をして、お、初級骨も初級骨も結局5になったから、一級入魂なるべく安く取りたい。お、これのさ、成功率ってさ、なんか関係あんの？能力的なものとか。失敗の可能性がめっちゃ高い気がするんだけど、これどうしようかな。火のかな、そうすると。お、チャンス。これでチャンスは5になって、で、ライチが2回目で、今は7月の1周と。で、ちなみにせっちゃんの評価ってどうなの？おわ、失敗しやがった初めて失敗したライチのこのイベント。で、能力を上げるのを忘れたから6番になっちゃった。まあサクッといきましょう。人気はちょっとね欲しいからね。で、パワーも上げておこう。まあ、B やればとりあえず大丈夫かな。で、チャンスはもう5あるんで掴んでおいて、当て日が1か。一級入魂はな、まだもうちょっと待たないといけないんで、高速チャージ。ガイアだからな。どうしようかな。初めてサブポジみたいなのつけてみようかな。高速チャージってことはバント処理ですよ。基本的にバント処理するのって三塁か一塁っすよね。イワシくん。おわ、ちょっと待って。お、満塁だ、満塁。いいね。満塁ホームラン。で、さんまくん。あれ、フォークそこまで落ちなかったな。え、これは？なんか微妙な感じで振ってしまった。もう一本、ホームランが欲しい。最悪だ、ゲッツーになってしまった。まあ大体ね、こういう時に限ってね、あんまり経験点とか伸びなかったりするんですよね。天才に覚醒した時に限って。で、一応ちょっと、せっちゃんの評価を見よう、せっちゃんの評価を。うん、やっぱ足りてないね。どうしよっかなぁ。そういや、サイガとさ、一回も練習してなくね。メンタル練習しよう、メンタル練習。で、これで、起きないねどうしようかな。あ、滝本だからいっか。まあ 0% だしね。ミッションを見てみると何だったっけ。そうだ、あんまいいのないな。いや、せっちゃんの評価上げようと。え、どんだけ足りてない、せっちゃんの評価。まあ、とりあえずこいつには勝たないとな。まあ、SG のいいところは甲子園をかけた決勝がそんなに強くないっていうところっすよね。足上げとくか。いや、なんか天才の割にはなんかそんなにそんなにすごい選手でもないな。やっぱりね、イベントがあんまりよろしくなかったっていうところかな。しかも普通に一回間違えてるし、選択肢を。さあ、次の投球。ストレートはボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました。危ない球。ボール球が多いね。第4球を投げました。あ、打ちました。ヒット。やべ、2塁打。ちょっとスライダーの芯がずれましたからね。セキュリティーが2点入れられてる。迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面。やべが出るとめっちゃ警戒してくるよな。外れた、ボール。カウントは2ボールノーストライク。1塁ランナー出た、打ちました。無駄だよその走りは。矢部くんよ、俺を信じたまえ。走る必要はない。1塁という場面で下地、
今日2打点を挙げています。投げました、これはいい当たりだ、いった、矢部君よ、歩いて帰って来たまえ。セキュリティガードレイドで迎える7回です。今日2打席連続でよーし、 OK。 大体ね、 SGA に慣れて久々にパワコーでやったりすると、キバのね、爆速ストレートが全然打てないんですよね。多分 SG が実装されたってなると SG メインになると思うんで、まあ、ミッションの練習とかも含めて、さすがに、せっちゃん大丈夫だな、 19% か、なんか無理するとこじゃないけどな。バント職人のやつとかね、なんかいらないしな、ダイナとかもいらねえしな、寝とくか。あ、最後の最後にサイカが来た。少しか、まあしょうがない。さて、あとは甲子園をどれだけ勝ち抜けるかで、一級入魂は取りましょう。ここまで来ると一級入魂も結構安いね。で、練習的にはメンタルに滝本か、技術がちょっと足りてないといえば足りてないけど、精神も足りてなさそうだからな。阿部比が欲しいからな。ちょっと滝本と練習しよう。うん、練習だね。甲子園の1試合目マチェットか、どうしようかな。あー、技術足りねえなこれ。とりあえず足を B にしておく。いやー、待って、肩と守備も C にしたいって、 C にしたいからな。これはあまりそうだから A にしよう。いやー、まさかのな、天才覚醒とはな。お待たせいたしました。これから悔やまれるわ、悔やまれる。チャンスを迎えました。ワンアウトランナー、来たー、いったー。まあしかし怒ってしまったことはしょうがないんで、あとは少しでも経験点を稼ぎ出す。打った、これは強烈、いったー、はい。セキュリティガードリードで迎える。頑張るねー、打ちました、痛烈、いった。こんなに打ち込まれたらさ、マジへこむでしょう。セキュリティガード、まあやっぱり入学になってるよね。マシンで取られた、ライナー破った、セキュリティガード。お、犬木投げ切ったね。犬木もね、ピッチャーで取れれば、取れればってそのデッキで組めればかなり強力キャラではあるんで、欲しいっちゃ欲しいんですけどね。今回のその SG のピックアップキャラって桜の宮と森川だっけ、なんか名前すら覚えてないんだけど、森川くんがいるじゃないですか。この二人がマジいらないんでちょっとね、やる気になれないですよね。滝本と初練習か、甲子園に来て初練習かあんまり仲良くないじゃんっていう。サクッといって、もっとリア、ちなみにね、電光石火持ちって多分スタメンには一人もいなかったような気がします。電光石火やっぱ高いんでね、取りづらいっすよね。もう盗塁のコツを掴んでおかないと絶対無理なん で、できれば盗塁5で掴みたいっていう。あー、ちょっとダメだったな。これはボールでしょ。一丸、足 G かよ。森川君足は速いんだ。これストレートか。ああいう球をな、インコース、シュートは外れてボール、見逃しちゃったのが痛いな。ヒット、ちょっとだけ振り遅れたけど、まあなんとかなった。セキュリティガードリードで迎える5回です。1球入魂のうちに打っておきたいけど、カーブはちょっと打てない。第2球投げました、入ってくる、打ちましたけど足りないか。球はそのまま伸びていく、下地、やっぱああいうのってもっとパワー S とかだったら入ったのかな。1球入魂、
カーブは難しいね、やっぱり。お、射抜き頑張るね。まあ1失点は確かに優秀だしな。ちなみに射抜きってどんな能力してるんだ。ちょっと射抜きの能力だけ見よう。チームメイト、射抜きいた、まあ、コントロールがねいいキャラではあるんだけど、てか普通に強えな。球速148、コントロール99、スタミナ C あるんだ。で変化球も433か。で低めタイピン丸、打たれ強さ丸、ポーカーフェイス、調子安定。あ、強いね、射抜きって。普通に選手としても。ここは雑賀と練習をしておきましょう。雑賀も初練習か。こいつあんまりみんなと仲良くねえじゃんっていう。サクッといって、まあ、ここもね虹谷じゃないっていうのがいいっすね。ちょっと盗塁は取っちゃおう。せっかくなんで盗塁を取ろう。でそうすると総力な B には上げたいよね。で技術があるから2と B にしておいて、で肩か、やっぱり。わー、臨床ポイントが足んなくなっちゃったな。筋力が余りそうだな。筋力 S にする？アーチストとか持ってないけどね。代打とかあんまりね、代打しないからな。筋力余りになりそうだなこれ。まあもともとねちょっとミッションを睨んでの編成できたんで、そこはしょうがないですね。その割には上級ミッションやってないっていう。あーさあ、うわ、しまった。あ、これは強襲か。今のねホームランボールではあったんだけど、ちょっとずれちゃったかな。このシュートは無理。あ、シュートか。セキュリティガード大展開で、ちょっと優勝できないかな。しょうがない。あ、しまった。もうね基本こいつはねストレート狙いなんで、やばいぞ。一本ホームランを打ちたい。これはちょっと見逃そう。これはボールでしょ。スライダーは外れてボール。カウントワンボールワンストライク。投げました。これだ。ちょっとずれたけど、パワーで持ってった感じだな。まあ甲子園決勝がねちょっと微妙だったけど、まあしょうがない。それでも69ポイントか。でスカウト評価がね全然上がってないはずなんですよ。ほらね、甲子園決勝まで来て4位だからね。でこれは確実に筋力ポイントがダダ余りしそうなんで、パワーを S にしておきますか。で経験点的には、まあ、5000と。さてさてさて、そうか、アベレージヒッター1か。105も使うのか、結構厳しいな。パワー上げよう。 S にして、であとはどこしようかな。まあやっぱり守備も C にしておいて、呼吸を上げておいて、精神結構あるね。どうするどうする。精神が結構余っている。代打とかね、一応こう言っとっとくか。逆境とか、逆境とかあるけど、あ、対エースは取っておくでしょ。高速チャージはちょっとさすがにいらないからな、外野に。で補給をちょっと上げるか、 B まで。であとこっから取れるものが、なんか怪我しにくさとかあるな。意外性か、へっすら、ゲッツー崩し、気分屋はマジいらないからな。じゃあ意外性取ろう。であとは、あ、これ余りそう。走力を上げて、
経験点的には怪我しにくさを取った方が良かったかな。まあいいか、スタミナでも適当に上げといて終わりと。うわー、出身が出身が黄色に光っているというわけで、まあとりあえず SG ですね。まあ本当はねミッションを結構、中心にやっていきたかったんですけれども、まあなぜか天才に覚醒してしまったので、まあただ天才にしてはまあちょっとうーんっていうような感じですね。金徳も1級入魂しか取れなかったので、まあ外野としてのまあ能力もちょっとね守備面がまあ不安はあるんですけれども、まあとりあえずまあ S1 の106というところで、終わりましたというところで、まあ今後はねちょっと SG のミッションをまあもう少し練習して、まあ SG でいい選手が作れるようになったらまた、上げていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。